津軽,津軽三味線、津軽三味線、津軽三味線、津軽三味線は、津軽地方、現在の青森県西部で成立した、三味線音楽。本来は、津軽地方の民謡伴奏に用いられるが、現代においては特に独奏を指して、津軽三味線と呼ぶ場合が多い。バチを叩きつけるように弾く、打楽器的奏法と、テンポが速く音数が多い楽曲に特徴がある。 楽器そのものの歴史は、シャミも参照のこと。弦楽器そのものの発祥は、中東とされる。その後、構造的に変化しながら、インドを経て、中国に入り、中国南部において、三元が成立。この三弦が沖縄を経て、機内に持ち込まれ、移設あり、江戸時代中期に、日本独特のシャミとなった。以降、シャミは、 日本各地の土着芸能と融合して様々に発達し、同時に本最北端であった津軽地方において津軽三味線となる。津軽三味線の楽曲の原型は新潟地方の五世の三味線と言われる。その他、北前船によって日本海側各地の音楽が津軽に伝わり、津軽民謡は独特の発達を見る。しかし、津軽地方においては母様と言われる。 男性視覚障害者の門付け芸として長く下げ済まれていた。そのためもあり、津軽蛇味線の起源をたどることができる文献はごくわずかで歴史に関してはおおむね古伝による。ただし、津軽蛇味線の歴史が浅いため、現在でも古老の蛇味線奏者からあくまで主観的なものではあれ、津軽蛇味線の起源について聞くこともできる。多くの古伝を調査、記録し、 文書としてまとめたのは、大城和夫が、ほぼ初めてであり、現在認識されている津軽蛇味線の歴史については、彼の研究成果によるところが大きい。しかし、それもまたあくまで伝承を再構築したものに過ぎず、多分に、フィクション的要素も含まれているため、資料としての価値は低い。大城によると、津軽蛇味線の始祖は、幕末に、御所川原の金城地区に生まれた母様。 ひとしふとしぼう、にたぼう。それまで地味な角付け芸だった、シャミ音楽に革新的な奏法を取り入れ、津軽三ャミの原型を築いたという。ひとしふとしぼうとともに、黒川桃太郎や梅田豊月らが競い合いつつ、さらに時代が下り、高橋竹山、白川群八郎、木田林松江らの演奏家が出るに及んで、津軽地方のシャミは、 他の三味線音楽とは全く異質な音楽として発達を遂げる。三味線も細ざおない支柱ざおから太ざおに変化し、奏法も叩きを中心とする打楽器的な奏法が主流を占めた。高橋畜山の著書によると、お祭りがあればその神社の境内にはずらりと母様たちが並び、互いの腕を競い合うかのように三味線を演奏していた。そんな環境の中、 津軽三味線争早々期の名人と呼ばれる人々は、他の母様より目立つために、より大きな音、派手な技を追求するようになる。三味線は、それまで後世と同じ中棹や細棹を用いていたものが、太棹になり、バチは即引きに適した小ぶりなものとなり、音楽もまた一部に、叩きと呼ばれるパーカッシブな奏法を用いた、複雑かつハイテンポなものに変化していった。竹山自身、 シャミなんて音が大きく出れば、それでよかった。音が大きいから、太座を選んだんだと語っており、より目立つため、技量を誇示するために、大音量で複雑かつ高度な技術を盛り込んだ、音楽が発達したと言える。津軽三ャミマンダラによると、北海道芸能の松村一郎によると、マイクが現れたのは、昭和29年頃で、それも最初は、大きい劇場に限られていたそうです。 照明もも同様で、土りの小屋は、ろうそくやランプを灯したた。ところも多かった声が聞こえず照明が暗ければ観客の罵声が飛び交うことになる。張り叫んばかりの声で歌い、一の糸で豪快な響きを添える津軽民謡の特性は、その頃の貧弱な舞台事情から生まれた。とある。昭和40年代の民謡ブームで一世を風靡、それまで単に、 津軽者などと呼ばれていた、この三味線音楽を、三橋道彌が津軽三味線と称して、以後定着を見る。本来は単なる伴奏楽器として、観客に見えぬ、腰舞台袖で演奏するものだったが、時代が下るにつれ、三味線のみで演奏する、前奏部分、前引きが、独奏として独立してゆく。1980年代になると、高橋スケジローらのグループ、 風を筆頭に舞台芸術として一般に向けた合奏団形式のコンサートが演じられるようになり、津軽三味線の持つ役割が脇役から主役へと転じてった。現代では独奏楽器としての側面が強調され、吉田兄弟、木下紳士、木下真一、阿妻博光らの若手奏者が独奏主体の演奏スタイルを確立している。しかし、 津軽三味線の特徴の一つである、即興での伴奏、歌付けができない奏者も多くなってきており、これを憂う声も多く聞かれる。三味線は太座を用い、特に津軽三味線として独立した楽器とみなされている。他のジャンルに比べ、積極的にエレキ三味線が開発されている。また、独奏が主体のため、左利き用の三味線も他の流派よりも使われている。 シャミセン本体の寸法は、ギダユーのシャミセンとほぼ同じで、竿材には稽古用として、カリン、舞台用で高級なものになると後期を用いる。後舎の方が材質が硬いため音質が良く、竿の摩耗、缶減りが少ない。通常三分割できる構造になっており、次目に、金補存と呼ばれる金細工を施してある場合がある。銅材にはカリンを用いる。 大きさは5分を標準とし、4分台、6分台のものもあるが、明確な規格はない。内部に、あやすぎという両目模様が彫り込んであるものが、高級品で、このあやすぎを施していない銅を、丸銅と呼ぶ。金補存とあやすぎのいずれも、音響工学的には無根拠だが、音質が違うと感じる奏者が多い。基本的には注文生産であり、 奏者と職人の人間関係が大切であるとされる。原木よりも職人の技術量が高価であるほか、高い信頼関係があれば、随意割引などが行われるため、市場価格は一概に言えない。ごく一般的に言えば、後期、丸道、金保存なしでおよそ20万円から40万円ほどである。中級クラスで50万から80万円。 非常に高級なものでは500万円を超えることも、あが、そのような場合、音質よりも工芸品的価値が優越することが多い。また、一般に運賃による竿の摩耗や革の張り替えによる銅の摩耗が激しいため、バイオリンにおける、ストラディバリウスのようなヴィンテージは存在しない。すなわち、よく言われる、一生もののシャミセというものは存在しないと言っても、過言ではなく、シャミセは消耗品であり、 買い替えるものであるというのが、津軽三味線における常識である。専業の演奏家では特に消耗が激しく、数年おきに買い替えることが多い。このため、演奏家が舞台で現実に使用する、三味線は、おおむね200から300万円程度が上限であると、言われるが、個人により差が大きい。糸を巻き取る棒状の部分、ギターでいうところのペグを、糸巻き、または、 かんざしと呼ぶ。材質には造毛、または黒炭、鉱器などを用いるが、最近ではプラスチックやアクリル製版透明ののもある。皮に用いるのは犬の皮で背の部分を用いる。胴との貼り付けは澱粉糊を使用するため、極めて湿度変化に弱い。材質は秋田県のメスが最高級とされるが、現在は大半がアジア全域からの輸入品。 近年合成品も出回っているが、温室に劣る上、価格がさほど変わらないため好まれない。鉢は、先端が別光製の小ぶりのものを使用する。昨今の別光不足のため、代替品も出回っているが温室に劣るとして、あまり好まれない。柄の部分は、プラスチック、造毛、水牛の角など様々な材質が用いられる。糸は、太い順から一の糸。 二の糸、三の糸と呼ぶ。本来剣士を用いるが、双方上非常に切れやすいため、音色は劣るが、二の糸及び三の糸にはナイロン、またはテトロンを用いる場合が多い。色は黄色で、これはかつて防虫効果のあるウコンを絹糸に染め込んだ、名残、または音に艶を出すために卵黄を染め込んだ、名残とされている。津軽三味線の長弦は三種類ある。 歌い手の声の高さに合わせて一の糸の上限を変えるのが特徴である。絶対音は尺八、または忍へを基準とする。東日本においては、主に尺八の長さを示す、尺と寸が用いられることが多い。2尺が、ほぼ絶対音 C に該当し、以降半音上がるごとに一寸減じ、下がるごとに一寸増す。1尺9寸が C、2尺1寸が B に、ほぼ該当する。 一方、西日本においては主に、長歌林などで使われる忍への音程を表す、本が使われる。四本がほぼ絶対音 C に該当し、以降半音上がるごとに一本増し、下がるごとに一本減ずる。五本が C、三本が B に、ほぼ該当する。演奏楽曲は、主として、津軽三大民謡、津軽三つもの、および五大民謡、五つもの。 三大民謡とは、津軽ジョンから、不死、津軽よされ不死、津軽おばら説を指し、五大民謡とはこれに、津軽愛や不死、津軽三下がりを加えたもの。これらの演奏は、基本的にすべて即興で行う。独奏や前奏に限らず、歌の伴奏、歌付けにおいても歌い手の即興に応じた奏を、しなければならないため、歌付けの際には高度な知識と技術が要求される。 近年ではこの歌付けができない奏者が増えており、これを嘆く声も多い。歌付けが廃れゆく原因には、奏者個人の思考のみならず、歌い手の不足や三味ミ戦会の閉鎖的環境が指摘されることもある。稀に、三大民謡に、津軽愛や不死や津軽温度などを入れる流派があるが、歴史的、一般的な定義からするとこれは誤りである。 津軽茶味線における家元制度の名取芸名制は、1960年、昭和35年に、初代、小山三次、現、小山三次王が導入したとも、1970年、昭和45年に、木田林松江が導入したとも言われるが定かではない。現在は、全国各地に、大小様々な流派が起こり、それぞれが、家元、海主の場合もあるを名乗っている。 日本舞踊や長唄などの古典法学に比べて、ただし、最近ではそれらのジャンルでも流派にとらわれず、フリーで活動するものも存在するに比較すると、扱いは軽い。これは、そもそも即興を基本とする音楽のため、芸の同一性を保持するという側面が薄いためである。また、歴史の浅さや、家元三代目はまだ出ていない、津軽三味線の流派を統一する組織が不在なこと、 他の日本文化と比べ、流派に所属しなくてもやっていける環境があるのも一因であると言える。現在、津軽三味線に関する超流派的組織として、21津軽三味線ネットワークジャパン、全国津軽三味線協議会、全日本津軽三味線友の会などが並存しているが、いずれも所属者の利益がとぼしいこともあり、加入する者は多いとは言えない。また、 それぞれが別個にコンクールを主催し、互いの提携や交流が極めて少ない状況にある。民謡における全国的な組織としては、日本民謡協会や郷土民謡協会が挙げられるが、これらの団体に所属しない津軽蛇戦争者も多い。これは、特に津軽者、津軽民謡が他の一般的な民謡に比して別種のものである。実際に、楽器からして別物という認識が、 少なくとも、奏者の側に多く見られるためと、民謡の歌付けの需要が減っているのも、大きな原因の一つである。津軽三味線における、流派とは合奏のフレーズが合うことであり、チの叩き方、チの形状、チの硬さの好み、伝承方法、句伝、楽譜などあるいは糸巻きの位置、細沢三味線と比べて二のと三の糸の糸巻きを変える、場合と、 細ざお三味線と同じ順にする場合があるなどに特徴がよく現れている。演奏法に関しては、豪快に叩くように弾く叩き三味線と高橋畜山の流れを組む繊細な引き三味線とに大分される。現代の多くの津軽三味線は、昔の名人と言われる白川群八郎、木田林松江、福島佐勝など叩き系の流れを組むものがほとんどで、 引き系の流れを組む者は、ごくわずかである。叩き者未戦の流派としては、小山流、宗家、小山三次家元、小山三次沢田流、家元、沢田勝明、高橋流、家元、高橋助次郎などが有名かつ組織も大きい。福湯高会、会主、福士豊明きの下流、流祖、木の下紳士。 木下誠氏等全国大会での受賞者常連を生み出す会派も存在する。引き写ミ線の流派として全国的に認知されているのは竹山流、家元、高橋畜山のみである。最近では津軽茶味線サークル等特定の指導者を設けず同公開的に活動する団体、サークルもある。広崎の大会をはじめとし、津軽茶味線発祥の地とされる金ナ東京、 青森、ジョンガラブシ発祥の地と言われる、黒石、大阪、神戸、九州、香川、津軽ジャミセン甲子園、東京、中野サンプラザ、江戸深川資料館。津軽ジャミ線を題材にした漫画真白の音とのコラボレーション企画、琵琶湖に至るまで様々な大会が開催されている。流派における家元性と違い実力主義で判断されるので正当な実力主義であるが、 一方曖昧な審査基準、大会連戦による上位入賞者が常連で固まることにより、後発の参加者が上位入賞することは、固い、等と問題点も多々ある。大阪は、早引き、広崎は、山田千里の影響が強く、歌に沿ったものが好まれるなど、審査基準のカラーもその大会ごとに違う。また同じ大会でも経年により、 カラーが変化することもよくあるのでそのあたりは参加者はしっかり確認が必要であろう。BR 毎年開催される主な全国大会、主催、会場、開始年。民謡ブーム以降、多くの一流走者が津軽や函館から東京に移り住んでおり、現在では本場青森よりも東京の方が層が厚い。二代目、小山三つ五金、龍二。 沢田勝明、高橋祐二郎、福井の弘、福士とよあき、東京、工藤万次、長谷川雄二、福士とよかつ、青森、長谷川和義、大阪、木田林松次、新潟、渋谷和夫、青森、山上進、青森らが有名。若手では、阿賀妻博光、浅野幸、白、当時明、木下晋士、高橋竹堂、久保田雄二、踊り、 翔太郎、吉田兄弟、吉田良一郎、吉田健一、柴田三兄弟など。男性奏者に比べると、女性奏者は、数が少ないが、二代目、高橋竹山、工藤菊江のほか、市川武女、福井義美、花輪千恵、中川博子、蜷川になどがいる。大城和を継軽三味線研究家、セシャミストリート大道芸としての継軽三味線を、 押し出したパイオニア。小山三宮山、吉田兄弟の楽譜の出版等を手掛ける。川本隆虎、ストリートミュージシャンとしての津軽ャ味線のパイオニア。真っ白の音津軽ャ味線を題材にした漫画。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。